三役見て都心挑戦者決定戦決勝戦始まろうとしております。ありがとうございます。チェスの数が気になって夜しか眠れません。普通ですね。ちょっとこの方がホストとかだったら申し訳ないんですけど。今どのぐらい溜まってるんですか。結構溜まってます。みんな向いてほしそうにしてるんじゃないですかね。僕も早く開けたくて、もうちょっとへそくりがついそこをついちゃったので、最近久しぶりに現金を投入しました。なるほど。はい、じゃあ佐藤選手一旦目島からスタートです。佐藤選手は一旦目からもう最高のスタートですね。飛行半コン。白のトップコモン。はい。さあ2ターン目女王貴族と佐藤選手もかなりいいスタートですね。上々ですね、はい、あんまりガンではありますけどお互い最高の滑り出し。佐藤選手まずは1点さあ続く2ターン目は、ラップインを処理してからの 1-1 これも構築で使われる 1-1 の死んだら 1-1 トークがまた出てくると。この2種類とも両方使われますからね、はい、さあここでゴブリード伝説から 2-2 でアタック。ここはスルーしていきます。さあ佐藤選手土地はないか。2枚止まってしまいました。海選手も反抗のクリーチャーがいるのでな、まあ、わざわざ受ける必要もないという形ですね。ただ海選手はちょっと土地が多そうですね。というと4枚ほど見えるような、もしかすると5枚あるかもしれないです。4枚か。お、これはプラス3かける3、プラス3プラス3プラス3の、そうですね、力の報奨カードありますね。ここで3マナ、おっとここでアタックを阻止するエンチャントですね。さあ佐藤選手は土地がちゃんと引けたように見えましたが、はい、ここはでも除去するよりは展開していきたいような、まあただあの、まあ、除去の質次第ですね。あの飛行の鳥は本当に強いので、はい、中途半端なクリーチャー出すぐらいだったらまあ殺しておいても損はないカードです。なんか見た目そんな大したことないようには見えるんですけど、そうなんですね、はい、ただこの環境共同をはじめ強化、はい、手軽に強化できるカードがすごく多いので、はい、まず、あ、セルズニアだったらあの、1ターン目にクリーチャーを出しておくと召集クリーチャーを早く出したりもできますし、はいはい、1、2って動いて3ターン目に5マナ4、4のケンタウルスを出すっていうのがセルズニアの必勝パターンの一つなので、なるほどなるほど、でいろんな側面で強いですね。でボロスだと1ターン目こいつ2ターン目、うん、共同クリーチャーで出すとそれだけで勝ちパターンになりますし、まあ飛行反抗のクリーチャー 3-3 になるだけでも 2-2-3-3 となるだけでもかなりの脅威ですね。確かに。さあここで佐藤選手は飛び返りを追加してクロックを増やしていきました。さあ三選手ここは 1-1 飛行反抗にアタックと。さあ続いて、まあ、何もせずターン終了ということでちょっと手が止まってしまいましたね、はい、ちょっとマナがまだ足りてないですか。あれ、分割カードはプラス2修正、そうですね、ソーサリーの方ですね。もう土地はこれ以上いらないとは思いますので、できればいい状態で全体修正かけていきたいと。さあ佐藤選手もちょっとカエルが飛ばないと殴れないような状態ではありますが、確かに1-1と配置するのはかなりもったいないので、手札がちょっと使えないカードが多いですから、ね、はい、ニブミゼット模写みたいなカードは見えたので、はい、ちょっと青々は足りないと出せない感じになってますね。あとは本当に今1枚も使えない状態ですね。シベのエナズマもありますがスペルがないので本当にただ飛ぶだけっていう、はい、それはちょっともったいないですね。ここはちょっと2点で締めていくんでしょうか。さあここはターン終了ですね。ちょっと構えて警戒したんですかね、構えているので。うん、そうですね、まあ地上も行っても止められて殴り返されてもとかいろいろありそうですが、はい、さあ海選手はこの土地が多い中ではかなり上々の、はい、希望の夜明け。この役も6万ある状態で出したいとは思うんですけど、まあでも、まあ、あんまり関係ないです、ね、スペルがないので、はい、逆に4マナで次のターン1点ライフゲインすると、このターンドローできたりもしますし、です、ね、ここで、まあ、2マナ払うとワンドローできるので、攻撃が成功して2マナ払うと、はい、ワンドロー、
これだけでもかなりそうですね。で次からは闘魂出しつつ、はい、さらにこうなってしまった佐藤選手も早めにゲームの決着をつけたいところですね。佐藤選手引いたのは山島越しですね。ちょっと噛み合わないですね。ちょっとここは攻めあぐねています。さあここはゴビの電池で殴っていきます。やはりさっきは構えていたので警戒して殴らなかったんでしょうかね。まあ、ライフ的にも余裕があるので海選手も、ライフで受けていきます。ちょっと佐藤選手かなり苦しいですね。これはここから土地が伸び続けるといいんですけど、はい、ここは先ほどのカウンターが3つ乗って多色の呪文を唱えるたびに1時間とか乗っていくというカードになってます。さあ海選手また土地を引きまして、まあでももうここまで来ると土地もまあ許してやろうとおかげさまでね、もう毎ターンたくさんのドローとトークンが両立しているので、はい、鷹と希望の夜明けっていう相性の良さが、そうですね、佐藤選手は1枚でもインスタントソーサリーを引くとがぜん動きが変わってくるんですが、はい、ここアタックしてアンダローしそうな気がしますね。はい、鷹でアタックしていきました。まあ、ただ海選手はちょっと地上が止まるようなデカめのサイズが大きいクリーチャーを引けると楽になりそうですけど、ちょっと遠くを出し続けるだけだと、はい、まあ、ただね、手札は強いので、まあ、読まなくしてターンエンドと希望の夜明けの遠くを出す能力を使える状態のままターンを返しました。佐藤選手引いたのは土地ではなさそうですね。マイナス3のめまいの光、はい、めまいではなさそう。めまい。困惑の光。困惑の光。そうですね。あのエンチャント本当にもう相手次第ではマジで1枚で勝ちます。もうそういう展開に持ってこいのカードになります。まあ、もう相手のデッキはどんなデッキであれ本当にゲームが長引いてしまえば。ただちょっとやっぱりムラがある、相手が早いときは何もしないというのが弱点なので、はい、さあここは3-3トランプでアタックしてきました。これどうですか、受けますか。そうですね、まあちょっと頑張らないと止められないんで、はいはい、まあ、ライフにも余裕がありますし、まあ、ここは特訓を出してどんどん盤面を構築していった方がいいかという選択ですかね。もう今明らかに劣勢なのは佐藤選手ですからね、はい、このままもうトークンが増え続けるのを見てるだけだと。おっと、フワのトロスターニを引き込みました。これはかなりゲームを決めるターンになりそうですね。まあいつ出すかっての逆にちょっと難しい側面もありますけど、はい、もう一旦待ってもらえそうですけどね。動き的には出しました。さあトークン、ハンコのトークンが2体、11のトークンが2体出ますが、全体プラス1修正されますので実質22が2体、それがもうねお化けなんですね。このターンめちゃくちゃ殴れそうですからね、はいはい、相手には3インチと22のクリーチャーしかいません。ここはおっと全部アタックしてきました。そうですね、全部アタックしてきました。22222、しかもハンコンは2体いるのでライフが10点差つく形になります。あ、ここははい、マイナス修正、マイナス3マイナス0で、はい、回路に飛行をつけつつ、はい、情報にここですかね。相手取っていきますかね、タカと。いや、タカは一歩的です。パワーが下がってるん でここでタカ打ち取って、海選手がちょっと手札に呪文を抱えてるんで、はい、ドローするかが若干難しいですけどね。まあ、今のアクションを見る限り佐藤選手このターン5マナの時間を持ってないので、はい、まあ、普通にドローしていきそうですが、もう一旦待った方がいいかなって言ったのはさっき、トロスターニを出して、はい、2マナで1ドローしてもう1マナでコンバートトリックまで構えられるんで、このターンちょっとドローしないのが不自然すぎるんで、はいはい、ドローしないを選択した場合海選手何かを構えてるっていうのがバレてしまうので、はい、でその場合、3マナの召集ジャイグロでないことはその時点で分かるので、はい、大体手札が1枚バレてしまう。なるほど、まあ、佐藤選手ほどのリミテッド校舎であればそれは簡単に見破ると。ここはコンバットリック打ちました。さあこれ成功するとカエルが一方的に死にますね。一人に行きました。佐藤選手手札にはちょっと返せるようなカードはないので、
はい、ここは一方的に打ち取られてしまいました。さあ、しかもこういうクリーチャー1体につきライフゲインですので、さらにライフを得てさらに盤石になっていくと。さあ、ハサシここはちょっと諦めましたね。はい、希望の夜明け、これ以上はちょっと耐えきれないと。もうレアコンビがえげつないですね、はい、夜明けとトロスターニがさすがに卓一のセレズニアということで、はい、第2期リミテッド新挑戦者決定戦決勝はまず1本海広和選手が取っていきました。さあ、ここからサイドボードになります。サミ選手もどうですかね、希望の夜明けは抜かないですかね。やはり抜かないんじゃないですかね、うん、もうゲームが落ち着いたら勝ちっていうことで、うん、まあ、フィニッシャーの1枚として、そうですね、もうとにかく序盤相打ちしていったらそれだけで勝ってくれるカードってのはやっぱり入れといた方がいい気はしますけど、はい、2マナあればワンドローも結構できそうな構築ではありそうですので、そうですね、ちょっとまあドロー、ライフゲインできるカードは限られているかもしれないですけど、なんか本当にデッキは強いですね海選手も、はい、佐藤選手もかなり点数自分で評価高いテル、EZ を組めているという感じですが、さらに上行きそうですかね、これは。いやけど本当にいい勝負ですね。佐藤選手も今手札に眠ってた爆弾カードはたくさんあるので、はいはい、ちょっと、ま、そっちが引かなかった。そうですね、ちょっとあの山島だったってのが、島だったらまた動きもだいぶ違ってたんですけどね、はい、そのせいであのコピーする模写が打てなくて、墓地にインスタントが落ちなくて、まあ、だいぶそうですね、封じるしてたので、まあ、佐藤選手ね、先ほどメインは1本落としてましたが、その後2本取り返してますので、はい、ここから全然挽回することも考えられます。ただ海根選手のデッキもかなり強いので、このまま2本取ってしまうことも全然あり得る展開ですので、さあどうサイドボードを組んでいくかというところですね。お互いリミテッドはかなりやっているとの話ですので、まあ、やっぱりこんだけマジックを続けてて1本取られたぐらいで気落ちしてるようではね、続けられないですからまあやっぱりまだまだこれからだと。さあ、入念にデッキリストをですねチェックしてサイドボードを決めていきます。まあ、2人ともメインデッキが強いからこそ、はい、逆にサイドボードとか難しいですね。ちゃんとクリティカルなカードじゃないとメインのカードを押しのけて入るカードはなさそうなので、はい、やっぱりサイドボードって何抜いていいかとか、そうですね、かなり難しいですね。入れるカードはなんとなく分かるんですけど、その今あるデッキの中で何抜いていいのかっていうのって、うん、結構かなりやり込んでないと正しく選択できないというか、もうそんな方はぜひカニスターの記事を読んでいただきたい。あれはすごい良かったので、はい、最近上がったサイドボードについての記事ですね、ハレイヤーの記事ページに上がっておりますので、ピオトル・グロゴースキー選手のサイドボーディング、はい、表面的なサイドボーディングの危険性みたいな、はい、いやすごくいい記事でしたね。もうね、なんか結構コンボデッキとかだと10枚とか入れちゃいたくなっちゃうんですけど、ね、そうですね、そういうことをするとデッキのバランスが崩れて対戦相手に負けるよりも前に自分に負けてしまうと、うん、自分のやりたい動きができずに負けてしまうこともあると。はい、さあシャッフル、お互いデッキ交換してシャッフル入ります。ただいま第2期イミレット新挑戦者決定戦決勝戦の模様をお送りしております。決勝戦は佐藤玲選手対海広和選手、1本目は海選手が、まあ、希望の夜明け不安トリオスターニを、出していって、まあ、圧倒的な盤面で勝利をしていきました。さあ2本目はどのような展開が待っているのでしょうか。さあマリガンチェック入ります。おそらく佐藤選手また先手を取っていると思います。先手取るかと思います。ただちょっと土地なさそうですかね。かなり少ないかな、全くないかみたいな、はい、対して海選手はどうでしょうか。海選手も土地全然なさそうですねお互いマリガンのような気がしますが、はい、マリガンですね。お互いマリガン、はいですね、ワンランドワンランドでしたからね。やっぱり 2,3 枚は土地がないと構築でもリミテッドでも、リミテッド特に2枚だとかなり実は不安だったりしませんか。まあデッキ次第ですね、ちゃんと動けるデッキだったら、はい、ランド16にしているようなデッキは逆にそっちの方がいいかなって回してて思いますからね、はい、やっぱりマナフラットの方がきついんで、うん、2マナ3マナ息を中心としたデッキ、そうですね、もう2マナで止まっててもバン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 動いて
で、できれば全然2マナでもいいですけど、ちょっとデッキによってはやっぱ2マナであんま動けないデッキだと厳しいですね。なるほど。まあ、そういう時はあえて後手を取ったり、後手を取れるような工夫をしたり。はい。ということで、はい。では1回お互いにマリガンをして、6枚でスタートにします。まあ、シャッフルも入念に行ってますね。さあ。さあ佐藤選手が勝つと実は神決定戦はビッグマジックさんのシャツを着た2人の対決になるんですが、はい、さあ今神は加藤健介選手ビッグマジックのスポンサードプレイヤーと、英語で佐藤選手もビッグマジックのユニフォームを着ております。さあお互いキープですね。海選手ちょっと序盤が弱そうですね。4マナ5マナ3マナで3マナが、はい、クリーチャー強化する呪文に見えるので序盤のアクションさえあれば、はい、あ、ゴルガリのギルドも入ってるんですね。黒がタッチされてるんでしょうか。いや、先ほどの状態ではあまり確認できませんでしたが、なんだろうな。サイドから入ってくるっていう可能性もありますね。あれですね。あの、3マナ、X マナの歩行バリスタみたいなクリーチャーが入っている。なるほど。さあ、佐藤選手の最初のスタートは小柄な流暢者。これも隙を見せたら、ドドンと大ダメージを与えさせるクリーチャーです。さあ海選手はちょっと初手から軽いクリーチャーが引き込めなかった。軽いクリーチャー1体引けると結構動き軽快に動いていけそうだったんですが、さあ今あれ松本勇樹さんからビッグマジックがいたというコメントをいただいてますが、 ありがとうございます。まあこのサイコパス的なコメント間違いなくご本人でしょう。ちょっと今問題発言じゃないですか。ちょっと大丈夫ですか。大丈夫、チームメイトだったんで。エースは何を言って許してくれるだろうと。さあ、ユ選手、ここは、おお、しっかり。4マナ44は悪意ある妨害でカウンターしていきます。やはりちょっとユ選手、動きがもっさりしているというか、最初のスタートは4マナなので、かなり、さあ、厳しいでしょうか。さあ、佐藤選手は2マナで、ごめん、電術師。ここからドローにつなげて大ダメージも。はい、フルタップの手。お、これは 5点かなりになりそうですね。はい、3点は3点でまた嫌ですね。はい。捨てる手札がないのかと。あ、3点整いましたね。捨てる手札なさそうでした。はい。ここでクリーチャー3体並んでます。海選手、結構これ、受けるのも厳しいのでしょうか。厳しくなりそうですかね。まあ、たる海選手もだいぶ手札にスペルは充実しているので、はい、まだまだ分からないと全然抑えきれそうですけどね、はい、佐藤選手のこの後の追撃次第では、はい、動線の高中ですね。プラス1カンダ乗っていきます。さあ続いて何かスペル唱えられるでしょうか。そう、この動線の高中なんですけど、最近旧悪モダンっていうのが流行ってて、旧悪モダンに新しいクリーチャー、ですね、行動の高中ですね。行動の高中が新しくその旧悪モダンに入ったぞと。旧悪モダンにこういった入れられるんですか。はい、なんか再、なんか旧悪のカード、ちょっとどこに再録され、あの収録されてたんですよ。え、あ、こいつ再録、再録のカードらしいです。なんか旧ラブニカにあった気がしなくもないけど、それより前にあったんだ。あったみたいですね。へえ、はい。ちょっとごめんなさい。どこだったか忘れたんですけど。コンソロと。あ、ジャッジメント、ジャッジメントにあるらしいです。ああ、いた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 わ。はい、さあその間に佐藤選手は急進思想をもう一回使って飛行クリーチャーのパワーを上げましたね。まあ、ただ海選手も明らかに何か構えてそうですからね。そうですね、3マナ構えてます。まあ、現状佐藤選手の地上のクリーチャーは少しちょっと価値を失っているようには見えるので、はい、まあ、巨大化と1対1交換でもいいんだったら殴って、相手のマナを使わせたくないんだったら我慢して、ここで赤1マナ、お、2点。シルバーのやつなんですね。今求心思想が通用されているので、3マナ2点火力ですね。ここはおっと巨大化のようプラス3ですね。プラス3修正、はい、21は言ってもそうですけどね。これでも相打ちなんで、これで今 2個と呪文を唱えているので、これで5点ダメージ飛行が行くのは確定なんですけど、21が行くかどうか悩んでますね。そうですね、
最後の呪文は群れの行為、召集付きのプラス3プラス3修正。地上の21が行っても相打ちなんで、はい、さあここは2点お互い行きそうですか。うん、行きそうですけどね、まあ、色的に召集とかもあるので、ゴブリンもさタフさんと相打ちできるっていうのがかなりいいですね。はい、じゃあアタックしていきました。海選手としてはライフが9位になるかどうかというところですね。うん、まあ、ちょっとセルタのリソースだけだったら通してもおかしくないですけど、はい、ここはブロックして相打ち取ってきました。まあ、海選手土地引くだけでこのターンいい動きができるので、はい、さあ引いたの土地引きました。これでケンタウルスから格闘で飛行を落としてしまうと、はい、いきなり海選手がお、さあ言った通りのグッドプレーということで、これでもう手札の超巨大化を構えながら、はい、警戒クリーチャーで殴り続ければいいので 4-4 警戒。佐藤選手としてはインスタントもう1枚多分追加できると、はい、シルベの稲妻ですか、あれの再活でケンタルスを落とせるんで、そうなると佐藤選手がリードしそうですけどね、ちょっと1枚今のところは足りてない。はい、盤面はゴベリの電磁石が1枚と海選手ケンタルス 4-4 の警戒ということで、さて計算しているんでしょうか。持ちにあるのは 1,2,3 枚、まあ、3枚ですね、まあ、ただ再活でインスタントが操作量を捨てるとその時点で1点増えて4点になるので、はい、まあ、弱いスペルだったら迷うことなく捨てそうですけどね。さあただ打ちそうなので、はい、渋谷の妻と、はい、手札のインスタント操作量を捨てたのでこれで4点。そうですね、今多分ちょうど4枚だと思います。4点です、はい、悪意ある妨害と液油心促成2枚 と、今捨てたカードと反転観点、反転観点、はい、手札には巨大化3枚と力の報奨ですから何もできません。まあ、これで、佐藤選手持ちに1枚ドロースペルがあるんで、はい、かなり佐藤選手が優勢ですね。美選手もここは動けず、土地を引いたため何も動けずと。さあその間にも小ぶりの電磁石がどんどんライフを削っていきます。えこの動きはイムミゼット出てしまった。これを除去するのはかなり大変ですね。はい、海選手たまらず投了ということで。